はいはい、いかがだったでしょうか。あの正午のね、時報のサイレンありましたけどね、ですがね、ほぼね、雑音ね、やっぱ風音はありますけどね、多少なりね、今少し風音切っておりますけどね、こんな感じでね、私もありますね。まもなくね、バス到着いたしますんでね、このままバス停まで向かいますね。あのバスね、もうこの後18時まで、17時でしょうか、ありませんのでね、それはちょっと、あの5時間もね、大変なんで、ね、とりあえずね、この後千条岩の方に向かいます。どの辺りまで行けるかどうかはね、まだ分かりません。少しね、目の前なんで、バス見えますんでね、こちらね、亀岬、私入りますんでね、ピント止めを固定してます。明るさとはすべてね、先ほどの通り変えておりますんで、設定は。ちなみにね、カメラの数値なんですが、シャッタースピードが60分の1、 ISO 感度100、絞り値がね、もう絞り込まないとね、明るく映ります。F のね、22です。レンズが 18mm。写真だとね、18mm になりますけど、若干ね、動画だと、ハイビジョン撮影なんでね、少し、画角が変わりますからね。使ってるレンズは 18mm です。フルサイズのセンサーでね、撮影いたしました。風音がね、例えば切っております。低減ね、風を低減する機能を使っております。こんな感じですね。ではね、とりあえず乗り遅れると、ね、大変なことになりますのでね、タクシーだとね、べらぼうにね、お金取られますからね、それはもう嫌なんでね、こちらまでね、江差ターミナルから神岬入り口まで、私障害ですからね、半額で250円でね、もうそんな金額ととても及びませんからね、もう向かいます。あとはね、どこですか、千住岩からね、もしバス、まあバス遅い、まあ同じバスなんですけどね、もしバスに乗れなくてもね、3キロね、歩くことも可能なんでね、まあ、このままね、ピントオートで向かいますね。あれ、バスはね、もう見えますんでね、国道ね、トンネルをね、突き切っております。今まではね、迂回していましたけど、この公園でもね、十分とね、楽しめました。お便所もね、済ませました。小さい方はいいんです。大きい方もしね、バスに困る。ただね、オウムとエサシの缶はね、非常に気になりました。ちょっと一応の方弱っておりましたのでね、一日前にね、ちょっとお腹クチュクチュだった汚い話です。これ便所なんですけどね、まあね、やはりね、旅の途中でそういうようなことやはりね、まあ私も体調あまり強い方じゃないんでね、そういうことは起きます。起きないはありません。それはね、単なるまあ、ちょっと胃腸障害によるね、ストレス性じゃ全くないんでね、ストレス性はすぐ分かりますよ、父。まずストレスが起きることはまず考えられないですからね。あ、乗車しますことを告げてありますからね、心配ありません。手さえ上げればね、止まっていただきます。まあ途中でも止まりますけどね。
この線はそういうバスなんですよ。ただ前もってね、ここで降りますのことの申告が必要ですけどね。そんなにね気にすることありませんからね。看板あそこにありました、上岬公園のね看板ありましたけど、あのお天気に恵まれました。エサシ町です。エサシ町です。なんて町です。毛ガニね、まあカニの話ですけどね、この11月6日一応まあこれはね表現のあれなんですけどね、松葉ガニね解禁でしょ。一度私買いそぶりでおりますんでね、松葉ガニね、1万5000円の松葉ガニね、十何年前ですが近鉄百貨店に、ね、ありました。今年こそ食いたいですね。まあ、若干ね値段上がっておりますけどね、ボイルしたものですから生でもいいんですけどね。まあ近鉄百貨店はそんなにね、私1万円のね伊勢海老でも買いますからね、買うときはね。なんて友の会の会員ですから買うときは買いますよ。太っ腹とかそんなイメージはないんですよ。単なるね神戸で金使いたくない、その一言につきます。ここバス停です。238ですね、確かに、ね、238。私のね申した通り、オホーツクホタテ街道238バスで北上が路線バスですね、高速バスじゃありません。ですが高速並みにねぶっ飛ばしますからね、爽快ですよ。景色見ながらね、そんないい話じゃありません。まあ、先ほどね、なんか会社関西人らしくのがね、うるさいんでね、関西人が来ますと。私もね、まあ、大阪出身ですけどね、うるさいんでね、すぐ分かります。バスがね、もう見えるところにいます。手を挙げるとね電車いたします。田舎のバスはそのようなものです。絶対ね急いでくださいと言いません。急がなくていいっぺなんですよ。山陽バスそうはいきません。この時間ならね密になっておりますしね、バカの軍団ですからね、そんなわけいきません。今の時間帯も運転手はね荒っぽいですしね。急発進急停車ね、ドアも閉めますからね。こちらですね、もうバスありませんからね。でね、車内も静かです。これだけ違うんですよね、まあ、神戸うるさいですからね、車内でも。ね、楽しい会話ねするのもいいですけど、どこかね、話しできるところ、居酒屋等でね、お酒の前のワイワイ言えばいいんじゃないですか、そんなね。私も今回お話はしましたよ。三度劇で言うんですけど、お酒入って、で、楽しいことね、話して、それで、その時間過ごすんでね、お酒飲んでから、ね、それまではね、お互い何も、お互いお客さん同士ですから。それもね、やっぱり旅の、ね、今泊まる旅館なんかはね、全然もう、作業員の方ほとんどなんでね、話なんかね、食堂で私食べませんからね。ドミトリー泊まりますとね、若い方たくさん多くてね、まあ、多少ない話しますよね、挨拶したりね、
あんた若い方から挨拶するね、私なんか行かないんだそんなね。それでもいいんじゃないですか、私のようなね人間でお話ね、挨拶ねしていただけること、それいいんじゃないですか。何もねそれを悪くね取りません。悪く通る方がどうかしております。 S カーブですねこちら。これもね、まあ今使ってる SD カードね、中国製のようなんですけど、だけど何の変わりありませんよ。小さいカメラのね、SD カードも何の変わりありませんよ。最初ね、もうそんな文句言ってる場合じゃありませんか。記録はね、行いたいんでね。カメラによって最低でも私のカメラのその合うSD カードが必要ですけどね。それはもう大抵の SD カード最近のもの対応しておりますから、その点は心配いりません。これ今風切り音ね、低減、まあ風の音を少なくするためですが、これになります。あまり自然じゃないんです。実際ね、バスが来ました、バスが来ました、合図しておきます。合図しないとね止まりませんから。あのバスでございますね。目印で分かります。到着しました。こちらへ止まっていただきましたね。